こんにちは、こんばんはなのだ。今回はバッテリーを交換したいと思います。交換するバッテリーはこちらパナソニックのカオスになります。ブルーバッテリーなのだ。サイズは NS115A4L 端子です。アイドリングストップ車用を購入しました。交換する車はトヨタのエスティマ2016年式 50K4 機になります。交換する際に使用したのは工具とエーモン工業から販売されているバッテリーメモリーバックアップを使用しました。それでは交換していきたいと思います。まずはバッテリーステーを外します。工具は各サイズのボックスとレンチを使用しました。外す順番は特に決まっていませんが、私的には奥のネジから緩めることで手前のネジを外した際に金具が跳ね上がることがないためおすすめです。この車でのバッテリー交換は初めてだったのでかなり苦戦しました。それと後で分かったのですが、奥にある J の形状をした金具について驚きの発見がありました。昔の車は奥のネジを外すと J の金具が落下して取るのが大変だった記憶があったため作業を慎重にしていました。この車は改良されていて金具が落ちないように工夫されていました。これは便利なのだ。そうなんです。これが分かっていればもっと早く作業できたと思います。まずはレーモン工業製のバッテリーメモリーバックアップを取り付けます。フックが付属しているので車にぶら下げます。私は良い場所がなかったのでパッキンの隙間にかけました。別の場所にかけることをおすすめするのだ。バッテリーメモリーバックアップのクリップを取り付けます。プラス側、次に黒色、マイナス側の順番に接続します。端子の外す順番は黒色、マイナス側、次に赤色、プラス側の順番に外します。赤色、プラス側は車のボディに触れるとショートしますので保護してください。早く外すのだ。この時はまだ金具が落ちない構造になっていることがわからない状態でした。バッテリーがかなり重たいですね。バッテリーを外して初めて金具が落ちないことがわかりました。もう一度詳しく金具を確認します。樹脂で金具のフックを固定しているのがわかります。本当なのだ。ちょっとしたことで便利になるのだ。それでは新しいバッテリーを取り付けていきます。新しいバッテリーには樹脂の取っ手がついているので安全に取り付けることができました。赤色、プラス側、次に黒色、マイナス側の順番に接続します。何か取り付けるのを忘れているのだ。あ、本当ですね。純正でついていたカバーを忘れていました。特に問題はないと思いますが一応つけておきます。もう一度赤色、プラス側、次に
マイナス側の順番に接続します。次にバッテリーステーを取り付けます。マイナス側、次に赤色、プラス側の順に外します。バッテリーの取っ手を外して完了です。あとはエンジンが無事かかるか確認するのだ。そうですね。では確認してみます。無事かかったのだ。何事もなく無事にかかりよかったですね。今回はレーモン工業から販売されているバッテリーメモリーバックアップを使用してよかったと思います。そんなに高価なものではないのでおすすめです。気になる方は概要欄にリンクを記載していますのでご確認ください。ご視聴ありがとうございました。